ドラマや映画、CM など見ない日はないくらいの人気女優吉岡里帆さん。その可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルも抜群で人気を博しています。今回は、そんな吉岡里帆さんのベッド写真が流出した、との噂や、過去熱愛の噂が出た人たちについて見ていきたいと思います。とても美人な吉岡里帆さんと、あくまで熱愛の噂にですが、そんな人が11人もいるようです。まず1人目は、町田啓太さん。お二人が噂になったのは2015年4月から放送されていたドラマ「美女と男子」でのシーンがきっかけでした。連続ドラマのオーディションでヒロイン役に吉岡里帆さんが抜擢され、その相手で3番手の役を町田啓太さんが演じるという役どころでした。町田啓太さんは10話から出演していたのですが、キスシーンが話題になり2人が付き合っているのではないかという噂が浮上しました。ドラマの中ではこのキスした瞬間が週刊誌に撮られてしまい大騒ぎになったという内容です。しかし実際に2人が週刊誌に撮られていないので、ただの共演者の可能性が高そうです。続いて2人目は松坂桃李さん。松坂桃李さんといえば2020年12月に女優の戸田恵梨香さんとの結婚を発表しています。そんな松坂桃李さんと吉岡里帆さんが噂になったのは2016年4月に放送されたゆとりですが何かで共演したことがきっかけでした。肉食系女子な役どころで、草食系男子の松坂桃李さんに迫るという今時どこにでもいそうな2人を演じていました。ちょうどこのドラマの放送直前に松坂桃李さんは破局報道が流れていたため、吉岡里帆さんとそのままお付き合いするのではないかという噂が浮上しました。しかし2人が週刊誌にキャッチされたことはないので、ただの共演者にとどまった可能性が高いです。続いて3人目は永瀬智也さん。歌も演技もこなす俳優でしたが、現在はジャニーズ事務所を退社し、裏方の仕事をゼロからするといい最近メディアには露出していません。そんな2人に熱愛報道が出たのは2017年7月のことで、7月9日から放送されていたドラマ「ごめん愛してる」で共演したことがきっかけでした。その番宣で出た東京フレンドパークで、吉岡里帆さんと永瀬智也さんが恋人つなぎでハイタッチをしています。さらにドラマでキスシーンもあったことから、2人が本当に付き合っているのではないかと噂が出始めました。しかし2人でいるところを週刊誌に撮られている事実もないので、仲が良かっただけなのかもしれません。続いて4人目は山田哲人さん。山田哲人さんは平成生まれで初の最多本塁打を獲得するなど凄腕の持ち主です。吉岡里帆さんと山田哲人さんに接点は特にありませんでしたが、2017年5月に放送されたアベマテレビにて、井上公造さんの発言で2人が付き合っているのではないかという噂が浮上しました。井上公造さんはプロ野球選手と女優さんが付き合っていると話し、ヒントは普通野球を知っている人ならその人の名前を知らない人はいない。女優さんはみんな知っている。球団は言えないけど WBC に出た選手、女優さんは CM に出ていて年齢は20代と話しています。このことがきっかけで吉岡里帆さんと山田哲人さんが付き合っているのではないかと噂が立ちました。ですが結局のところ2人が週刊誌に撮られているわけでもないので、信憑性は低いようです。続いて5人目は成田凌さん。2人が付き合っているのではないかと噂が出たのは、雑誌2017年7月発売の AR の企画、妄想カップル動画がきっかけでした。この撮影で初対面だったらしいのですが、息の合った雰囲気を見せ、まるで本物のカップルのようなちょっと照れもある雰囲気でした。しかしそんな様子がいつしか本物のカップルだからできたのではないかという噂や、本当にそうなってほしいと思った人がデマを流した可能性が高いです。続いて6人目は IT 社長。吉岡里帆さんは IT 社長との出会いを求め、仲介業者を通じて交流会に参加していると報じられています。この時女優が IT 社長と交際しているという報道がよく流れていた時期なので、吉岡里帆さんもその波に乗ろうとしているということのようです。その理由としては、社長は生活リズムも合うということと、どちらにとってもステータスがアップするからという理由のようです。しかし吉岡里帆さんが交流会に参加している写真もないので、信憑性に欠けた情報なのではないかと言われています。続いて7人目は玉森裕太さん。
吉岡里帆さんと玉森裕太さんの噂が出たきっかけは、2019年5月に公開された映画パラレルワールドラブストーリーでの共演がきっかけです。吉岡里帆さんと玉森裕太さんの映画の中でのキスシーンは4回あり、1回の映画で4回もキスシーンがあるのはちょっと多いそうです。玉森裕太さんはこの時初めてのラブシーンだったそうで、緊張している間に終わったって感じでとても緊張したと語っています。しかしこの後2人が週刊誌に撮られたという情報もないので、付き合っていたという可能性はなさそうです。続いて8人目は吉沢亮さん。お二人が噂されたのは、とある番組で吉沢亮さんが吉岡里帆さんを守ったということがきっかけでした。二人は2019年10月に公開されたアニメ映画空の青さを知る人よって声優として共演しました。この映画の番宣で2019年10月に放送された FNS 秋の祭典新ドラマ対抗生クイズバトルに吉沢亮さんと吉岡里帆さんの2人が出演しました。番組では吉岡里帆さんのイメージをテーマに街頭インタビューを行った際に、あまり良くない内容な回答があり、吉岡里帆さんは表情がちょっと曇ってしまいました。この結果を見て、司会者が吉岡里帆さんの隣にいた吉沢亮さんに、この結果どうですかと振ると、彼女はめちゃくちゃしっかりしています、言葉遣いとかもすごく丁寧ですしと吉岡里帆さんをフォローしました。このことから2人が付き合っているのではないかという噂が浮上したようです。しかし2人が週刊誌に撮られたという事実はないので、お付き合いはしておらず共演者でとどまっている可能性が高そうです。続いて9人目は千葉雄大さん。お二人はドラマや CM などでいくつか共演した作品があります。しかしそれがきっかけで2人が付き合っているという噂が浮上したわけではありませんでした。きっかけは2020年1月に放送された芸能人格付けチェックで、2人がチーム仲良しという名で出場したことです。2人はその名の通りとても仲が良さそうなのですが、千葉雄大さんが吉岡里帆さんの肩に触れたり、2人の距離が近かったりと、このことがきっかけで2人は付き合っているのではないかという噂が出ました。2人は共演回数も多いので仲が良いのは間違いなさそうですが、今のところ週刊誌に撮られていることもないので、現時点では友人同士なのかもしれませんが、今後関係が発展する可能性もあるかもしれませんね。続いて10人目は星野源さん。星野源さんは2021年5月に女優の新垣結衣さんと結婚されています。そんな星野源さんと吉岡里帆さんはカップ麺のどん兵衛の CM で2017年5月から共演したことがきっかけで、2人が付き合っているのではないかという噂が出回りました。このあざと可愛い吉岡里帆さんと星野源さんが付き合っているのではないかという噂が出たのは、星野源さんがインスタグラムに上げた画像で匂わせ画像とファンの間で話題になりました。星野源さんの公式インスタグラムに上がっていた画像がオフショットなのですが、これが匂わせ画像だと思われてしまったようです。しかし2人が週刊誌に撮られている事実はありませんので、お付き合いしていたというわけではなく仲の良い共演者のようです。続いて11人目は中川大志さん。中川大志さんと吉岡里帆さんは2020年12月に放送されたザ・細かすぎて伝わらないモノマネにゲストとして出演しました。この時に吉岡里帆さんは達郎さんのファンでライブにも行ったんですということを話すと、同じくゲストとして出演していた中川大志さんは、達郎さんは演技力が高いと反応しました。そしてさらにお笑いコンビであるスクールゾーンの俵山俊さんのファンで、2人ともインスタグラムを定期的にチェックしていることが判明します。この共通点から2人が付き合っているのではないかという噂が出たようですが、2人が週刊誌に載っていたことはないので、単純に好みが似ていただけの可能性が高いです。ここからは実際に付き合っていたとされる方を3人ご紹介します。まず1人目はお笑い芸人のネイビーズアフロのはじりさん。吉本興業に所属している芸人で漫才師をしています。実はこのお二人、幼稚園の同級生だったそうです。2人が小学校3年生の時、吉岡里帆さんがはじりさんの家を訪ねてきて、ずっと好きでしたとチョコを持って告白されたんだそうです。2人がこの後に付き合ったということについては明言はしていませんが、吉岡里帆さんも2017年4月に
名探偵コナン、からくれないの恋歌の舞台挨拶で当時のことを振り返っていました。吉岡は初恋の相手について、幼稚園の時、太陽みたいにわんぱくで元気な男の子でしたと振り返りました。そして、小学生に上がって気持ちが抑えられなくて、会いたいって思って、幼稚園の名簿を見て家に行って、書庫を渡してチェキを取ってもらいました。未だに持っていますと発言していました。続いて2人目は高校時代の一般人。このことについては、2016年に放送されたダウンタウンな噂まではしご主で吉岡里帆さんが話していました。吉岡里帆さんは恋愛について質問されると、全然恋愛はしてきましたよ、15歳の時に彼氏ができましてと答えていました。この発言が元となり、なぜか吉岡里帆さんは15歳の時から彼氏が途切れていないという噂が浮上しました。そして3人目が佐藤健さん。2017年に発売された週刊誌で、吉岡里帆さんが何度も佐藤健さんの自宅を訪ねる様子が掲載されていました。この時、吉岡里帆さんはドラマ「ごめん愛してる」でヒロインをしているほか、どん兵衛の CM でどんぎつねさんを演じるなど、かなり忙しかったであろう時期でした。佐藤健さんも映画「アジン」や「8年越しの花嫁奇跡の実話」が公開されているなど、仕事も順調な模様でしたが、2人は特に作品で共演したということもありません。そんな2人は、俳優の城田優さんが2人の共通の知人で、城田優さんが吉岡里帆さんに佐藤健さんを紹介したようです。2人とも共通の趣味があって、たまの休みがあると佐藤さんの自宅や友人宅に集まって夜な夜な遊んでいたそうです。双方の事務所は、仲のいい友人の一人ですと同じ回答で、熱愛は否定していました。そして、そういった噂が出たと同時に、吉岡里帆さんと佐藤健さんのベッド画像が流出したとの噂も広がりました。それは、吉岡里帆さんと佐藤健さんと思われる男性がキスしている写真でした。しかし、それはフェイク画像で、吉岡里帆さんが出演したドラマ美女と男子での町田啓太さんとのラブシーンが由来のものでした。一体誰が流した噂か分かりませんが、比較的分かりやすいデマのようでした。これには両者のファンも一安心したのではないでしょうか。これだけ綺麗な女優さんですので、共演するたびに噂になるようですが、これからの活躍にも期待したいですね。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。